そうなんです。あのお腹の部分をニュートロというらしくて違いますよ。はい。改めまして、かぐわしからやってまいりました、おどっこうひろかと申します。おはずの方も大勢おるかと思いますけども、よろしくお願いします。お願いします。はい。初の笹山、違う、笹山には一回来たことあるんやな。でもこのお祭りには初参戦でございます。改めまして、改めまして言うほどのもんでもないか。はい、早速始めていこうと思いますけども、先ほどもちょっとねちらっと言っていただきましたけども、ニュートロっていうのはニューレトロのことらしいです。まああのね、今昭和の時代がもうレトロと呼ばれる、さっきもね歩いてきたら、あの駐車場から歩いてきたら昭和レトロ通りっていうのがねこの町にもありましたけども、もう今や、大正や明治ではなく昭和がレトロという言われる時代でございますけども、そこと令和との融合という感じでございまして、どんな曲になってるか、どういう振り付けになってるか、こうご期待ということで始めましょう。ひろかニュートロ、乾杯。
頃には昭和生まれから令和生まれはおらへんかな、平成生まれまで一緒にいてますけど、その昭和も令和もこだわりを捨ててコラボ今後もしていきましょう。男ひよかの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。昭和レトロです。昭和レトロ、ニュートロは昭和レトロのね。昭和